はいどうも、ビバです。前回作成したミニ水槽、注水をして魚を入れてようやく完成しました。前回立ち上げ動画作ったんですけど、その時から若干変更も加えているので、そのあたりも見ながらご紹介したいと思います。ちなみにこれ静止画ではないんですけど、魚が動かない、あ、動いた、元気か、あ、元気ですね。この水槽について簡単にご紹介しますと、使っている水槽はジェックスさんのクラステリアフィット200ロータイプ、幅が200の、奥行きが10センチ、高さも10センチの小型の水槽です。レイアウト素材は生化石使っていて、これは上畑さんのプチアクアシリーズの生化石セット、10個ぐらい大きめの石を選んで使っています。前回からいくつか変更した点なんですが、右側の空いてるエリアと手前側のエリアに小さい風山石を追加しました。この手前に見えてるいくつかの石、このあたり風山石です。で、これは生化石なんですけど、見た目がそこまで変わらないですね。生化石だよって言われたら、ああそうなんだって思えるぐらい似た感じの色の風山石使っています。これは生化石ですね。これも生化石で、これ風山石ですね。こんな感じで前景と横の方、小さな石を追加しました。これ追加しただけでなんかぐっとリアリティが増したような気がします。それと左側手前に小さめのショートヘアグラスを植えました。これはこの奥の石と手前の石の間に植わさってるんですけど、こういう石の間に生えてる水草って個人的に好きなんですよね。なんか雰囲気があって、これは植えて正解だったなと思います。そして最後に追加した生態の紹介、どこに行ったんだろう、多分この後ろあたりにいるんだけどちょっと出てきてくれないな。あ、いたいたいた、いましたね。今回追加したのはハイアテトラ、今は60センチロー水槽に1匹だけしかいなかったので、こちらに移動してもらいました。小さい水槽なので目立つ色の魚って考えてて、グリーンネオンかファイアテトラ、どっちにしようかなって悩んだ時に、まあ1匹しかいないからこっちに移動してもらおうかなと思ったのと、あとは水草が緑だけなので、やっぱり捕食関係にある赤色の魚は目立つんじゃないかなと思ってこちらに移動しました。それに合わせてこの中の水も60センチロー水槽の水と入れ替えています。どうしてもまだ落ち着かないですね。やっぱり狭い水槽っていうのはあんまり生態の飼育に向かないのかな。ただ今撮影用にライトを明るくつけてるので、それで落ち着かないのかもしれない。それと前回の制作動画で偉そうにこの筋を揃えるといいんだぜへへみたいな感じで言ったんですけど、大前提で石の質感がバラバラなんですよね。こっちの石は白っぽくて、こっちは黒っぽい、なのでこの筋を合わせてもあんまり一体感が生まれなかったですね。水に濡らす前はもうちょっと色が揃ってたような気もするんですけど、水に入ると色の差が明確に出てしまいました。これはこれで今後の課題としてこの経験を生かしていきたいと思います。こうやって見るとなかなかいいんじゃないでしょうかね。小さい水槽を初めて立ち上げた割には頑張った方じゃないかなと思います。このままずっとファイアテトラが落ち着かない様子だったら60センチ水槽に戻そうと思います。そうなると生態がいなくなっちゃうんですけど、何を入れればいいんだろう。一応このニューラージパールグラス、もうちょっとしっかり根を張るまではエビ系は入れたくないんですが、いい生態いたら教えてください。幅20センチ、奥行き10センチ、高さ10センチの小さめの水槽なので、あまりでかくて暴れる魚はご容赦ください。おとなしめの魚がいいですね。まあ最悪生態は入れないで水草の成長を楽しむっていうのもありだと思うので、あまりね小さい水槽に生態閉じ込めとくのもかわいそうなので、そういった運用もありですね。というわけで今回の動画は以上です。皆さんもぜひ小さい水槽チャレンジしてみてください。やってみると面白いし、失敗してもリセットしてやり直せるので結構面白いです。なんかパズル作ってるみたいで面白いですね。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。